タグホイヤーのレディースだね。レンズも傷だらけだな。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。前回から挑み始めたタグホイヤーレディースモデルダイバーズウォッチ、こいつをねオーバーホールしていきます。そう、エタムーブのクォーツです。クォーツムーブメントのエタですね。まあ、前回はある程度バラしました。裏面はねカレンダーまでバラしたのかな。で今回はね反対側、基板をまず外します。クォーツなので基板がありますのでね、基板を慎重に傷つけないように外していきましょう。まあ部品点数はそんなに多くないので、まあ頭で記憶できるような感じですね。きっちり記憶をしておきましょう。そしたらこれがハックだと思います。これのハック、これをまず外していきます。そしたら受けというものがついてますね。そう、タグホイヤーと書かれたこれが受けになります。輪列の受けだね。これを外します。そうすると歯車が 3,4 個出てきます。うん、4個ぐらいかな。1つ目でしょ、これが秒針だね。これが秒針になるところだね。秒針軸も一緒になってますので、これを抜いてあげます。そしたらまた隣にもう1つあります。これはあれかな、まあ機械式で言ったら2番とかそんな感じになるのかな。そう、そしたらマグネットの歯車、クォーツなのでマグネットの歯車がついてます。これがまあね、やたらくっつく、ほらこれね少し離れて置いた方がいいです。めちゃくちゃくっつきたがりますのでね。でまあピンセットなんかにもくっついてしまいますからね、なかなかに注意が必要です。まあ少し離したところに置いておくのがいいかもしれませんね。であとはコイルの下になる部分、これはね、これをまあ外して全部まあ洗浄できるような感じにしてしまいます。いつも通り洗浄はベンジンで持ってね洗っておきました。そしたら早速組に参りましょう。そう、クォーツなのでオイルは低粘度がいいかなと思って、まあクォーツのムーブメントのオーバーホーラーしたことないです。今回が初めてです。なので低粘度をちょっと使ってみます。そう、これがまあやたら周りにくっつくので注意です。しっかりと真ん中にセットしましょう。しっかりと真ん中にセットします。そして逆に組んでいきます。先ほどとは逆の方向、逆の手順で組んでいく。まあそれだけですね。輪列もこのなんていうのかな、これ秒針でしょ、あともう1個あったこれでマグネットの歯車、合計4個です。輪列合計4個、まあ、そんなに多くないので、で受けのせが非常に難しい。なんて言ったって磁石の歯車がある。この受けのせマジでむずい。磁石になってるからむずいわ。そのまあ歯車をうまいこときっちりと合わせながら受けを乗せます。そしたらハックを乗せていきましょう。ハックルはこの鼓にきっちり合わせるようなね、そう、そこだね、鼓にきっちり合わせましょう。そしたらもうすぐ基板を乗せてしまいます。意外と本当にパーツ数も少ないです。簡単です。で基板を乗せてあげて、あとはねビスを止めてあげるだけ。ビスも4箇所ぐらいかな、4箇所ぐらいだった気がします。きっちりとね乗せてあげてビスを止めてあげれば、あとはね裏側に行くだけなのでね、きっちりとこれで固定 OK です。よし、とっくり返し。
さあ、では裏へ行きましょう。裏側はあのカレンダーがメインです。カレンダーがメインで、まあ、いつもやってるそのなんていうのかな、機械式時計とあまりね遜色ない感じです。で、まあ、このパーツ、エタ特有のパーツになります。まあ、筒かなとかとはまた違うんですけど、このパーツがねちょっとエタ特有のパーツですね。で、これが虎徹から受けた動き、違うな、そうだ、いいんだ、これはね時刻調整の時に必要な虎徹から受けた力を回してあげる伝達車ですね。そして問題の日遅れ、ちょっとねこれね加工しておきました。ちょっとこうなんていうのかな、日送り車のバネを強めておきました。ちょっとね後でね後説の方で説明します。で、まあ、カレンダーなんかいつものエタのそのムーブメントと同じです。本当に全く同じと言っても過言ではないぐらいカレンダー周辺のパーツというものは同じでした。あ、似てるなと思って、すごく似てる感じでした。なんとも不思議な感じです。バネをね、日送りのバネをちょっと強めてみた。カレンダーがいい感じになった。見てて、ほら、ハケになったね。多分これだ。It's getting harder.
で今日は2回にわたりお送りいたしましたタグホイヤー、エタムーブクォーツ買ったこと、まあ親父がね買った時計なんですけど、どうしてもタグホイヤーが欲しくて、レディースが安かったからレディース買ったらめっちゃちっちゃかったっていうのをね、これをねオーバーホールしてみました。カレンダーの日送りがまあダメだった、カレンダー車 の日送り車のバネが弱いっていうのかな、そういった症状で送れなかった。そしてまあやりすぎていじりすぎて多分歯車が噛んで時刻合わせもできなくなったんで、思い切ってねオーバーホールしてみました。まあ初めてでしたけど、意外とこのエタ系のムーブメントに何ていうのかな、クォーツがくっついてるような感じでした、イメージはね。普段やってるその機械式に近いものがあるね。歯車数はそんな多くないけど、あのカレンダーのところなんかはかなり近いものがあって、あれでも動かせるんだね、クォーツでも動かせるんだね、結構なトルクがあるのかな、意外とトルクあるのかもしれない、クォーツのトルクでもあれぐらいのものを動かせるだろうね、難しいなあれって動くんだろうね。まあ現に動いてます、全然調子よく動いてます。まああの日送りのカレンダーちょっとね今説明します。あのね普段機械式についてるのと同じ感じなんですよ、同じ感じなんですよ、あのカレンダーのところの歯車ね、要はこうサンドイッチになってるんです。これが横からの面だとしてください。これがまあカバーだね。この中にこのバネがあって、でこれがこの歯車になっていて、これでね一つになってます。これで一つになってる。一つのその日送り車になってるんです。で今この真ん中だね。真ん中ってねなんかね複雑な形をしてるんですよ。まあデイトジャストっぽいですから、こういったこういうなんかこういうこういうなんか複雑ななんかすごい複雑な形をしてるんですよ。これ真ん中になってて、でここでこうまあカレンダーをこう引っ掛けるんだけど、カレンダーディスクをここで引っ掛けるんだけど、ここをちょっとねこっち側にこう広げてあげたんですよ。噛みやすくしてあげるためにちょっとこっち側に広げてあげました。それでまあ引っ掛けて、でここでこう引っかかって、デートジャストの場合引っかかったままこれがぐるぐる動き出すんですよ。なんていうのかな、引っかかったまま動いて、そして12時ぐらいになったらこのパチンと一気にこう動くっていうようなシステムなのかな、このここがうまく引っ掛けれなかったんだよね。だからカレンダーが変わる時と変わらない時があったんで、こっち側にちょっと動かしてあげました。広げてあげたっていうのかな、そういうようなことを少ししてあげました。まあそれでまあだいぶ動いてますしね、まあエタムーブですし、エタのクォーツですし、まあ電池も変えてあげれば、まあ、オーバーホールも今したのでもっと長持ちするかなと思ってます。ああやって動いてんだね、クォーツでも動くんだと思って、これならさエタ系のクォーツは長持ちするね、しっかりでもね、基盤だよね、やっぱりね。やっぱり問題は基盤です。基盤がまあ、なくなっちゃえば、まあ、それで終わりだけど、基盤さえしっかり保てていれば、でもまあ、そんなに複雑ではないからね。そんなに複雑な機構ではないから、基盤はそんなに壊れるってことはないだろうね。コンデンサーとか、その辺がダメになるかもしれないけどね。なかなか勉強になりました。かなり勉強になりました。面白かったな。でもレディースは買わねえだろ、いくら欲しいって言ってということでね、今日はタグホイヤーのレディースオーバーホールしてみました。まあ辻行きだろうなということで本日もご視聴ありがとうございました。Thank you.